リズム感とか関係ないし、ゲームで鍛えたスキルって案外日常生活で役に立たないんだよね。あんた見てるとよくわかるわ。鏡、ここからここまでわかんないんだけど。あ、危な。鏡、お前全く考える気ないだろ。考えてるよ。そうかな。あと、ここから先のところもみんなわかんないんだけど。やっぱり考えてないだろ。最近監禁事件とか多いよね。女の子に自分のことご主人様とか呼ばせたりさ。それってさ、モラル云々より単にギャルゲーやエロゲーのやりすぎってことじゃない？よくあるシチュだしさ。そりゃまんまあんたのことでしょうが。ってちょっと待て、なんでアダルトゲームの内容知ってるんだ、高校2年生私はバカだからインフルエンザとか心配ないけどね風邪はよく聞くけど、インフルエンザも大丈夫なの？え、風邪とインフルエンザって違うの？てっきり風邪のすごい版かと。違うと思うけど。そう聞かれるとだんだん自信がなくなってきた。あんた、私たち以外にリアルな友達作ったことあんの？中学の時にすごく仲のいい友達がいたかな。いたんだ。しばらく連絡取ってないけど、今何してんのかな。中学の卒業文集の夢のところは魔法使いって書いてたけど。結局ルイともかよ。待て、あんたの場合私の宿題移すだけでしょうが。というわけで宿題移させて。めっちゃストレートね。宿題移すのはいいけどね、自分でしっかりやらないと休み明けのテストひっどい結果になっちゃうわよ。そうだよね、自分のためにならないもんね。私は一夜漬けが得意だから大丈夫だから見せて。お前も少しは悩めよ。あ、うわ、取れたと思ったのに残念。あれ、うそ、なんで。偉い人は言いました、 UFO キャッチャーは貯金箱であると。うまいわね、そいつ。そういえば今日から夏服だっけ。こなたあたり冬服のまま着そうだけど。いるのよね、クラスの一人くらいは。お姉ちゃんおはよう。うわ、こんな身近にいたよ。一卵性は確かにそっくりだけど、二卵性は結構容姿や性格も変わるのよ。なるほど。確かに司はのんびりしてるけど、鏡は凶暴。なんだと。髪型とかリボンとか合わせると案外似てるかもね。コナちゃん、ダメだ、鏡に可愛い毛は無理。うっさいな。いや、まあさすがに一夜漬けはないけどね。びっくりした。でもよく勉強続けられたわね。 DS とかから受験ゲームみたいなの出てた？お父さんがね、条件つけてきたの。 D ランクならピピン、 C ランクなら 3DO、 B ランクなら PS2 とか。泉父、娘の扱い方を心得ているわね。みゆきさんこそいろいろ知ってて博学だし、美人だし、スタイルいいし、メガネ属性だし、歯医者嫌いだし、ドジっ子で天然ボケだし。おいおい、途中からおかしくなってないか。司は結構忘れ物多いよね。そういえばこなたって教科書とかの忘れ物少ないわよね。私意外とそういうところしっかりしてるから、あらかじめ教科書全部置いてってるし。ああそうだったね、全然しっかりしてねえよ。ああ鏡、今日の誕生会だけどやっぱうちでしない？暑くてもう一歩も動けませんよ。はあ、今うちでクッキー焼いてるんだけどな。行く。お、早く来な。いらっしゃい。ハッピーバースデー、司ほか一名。略すな。何よ。私のイチゴ小さいな。何なのよ、顔にケーキついてる？鏡の魅力にまた一つ気づいただけだぞ。マジで似てるからやめい。いやー、私もずっと胸がないのを嘆いてきたんだけどね。とあるゲームで、貧乳はステータスだ、希少価値だって言ってたんだよね。言われてみると確かにそういうニーズもあるわけじゃん。私は貴重な
ゲームでなぜそこまで自信が持てるのか知りたい。もう暑くて何もやる気起きないよ。気持ちはよくわかるんだけどね。あんたなんだかんだで一年中やる気ないって言ってるわよね。1、2キロ上下したって見た目的にあんま差なんてないのに、なんでそんな数キロで一喜一憂するかね。これだから女ってやつは。あんたも確か女だったはずだけどな。先生ウィズで私タンカーだから、ペアして私がプルするとなかなか経験値とお金がうまうまなんだよ。まあ忙しいのは私だけで、先生は範囲圏のスキルをクリックするだけなんだけどね。この間なんて私が大量のモブ引いたら先生寝落ちしててさ、デスペナの回復に1日かかって。せめて日本語で喋ってくれない？やっほー、遊び来たよ。ああ、ゆい姉さんいいところに。ここ教えてほしいんだけど。お、数学の宿題か。どれ、任せなさい。まあ良い子を見守る警官としてね、自分のためにならないから他人に頼ってばかり言っちゃダメ。みゆきさん、ごきげんよう。あ、こなたさん、ごきげんよう。おかわりなくて？ええ、おかげさまで。こなたさんのおげん、さすがゆきちゃん、同じ言葉遣いなのに全く違和感がない。というかこなちゃんの言葉遣いに疑問持ってない。で、なんで遅れたの？寝坊？いやいや、子供じゃあるまいし。じゃあ遅れた大人なわけを言ってみろ。いやね、出かける準備が済んだ時はかなり時間的余裕があったんだけどね、時間つぶしにゲームを始めたら切りよく終わんなくて。最悪だ、子供以下だ。これは何を書かれたので？これはつかさ。え、これ私だったんだ。これはみゆきさん。まあ100歩譲って雰囲気はわかるけど。これ鏡。おお、私火吹いてんだ。まあ鏡さんってイメージ通りのお方ですわね。恐ろしい子だから。それはやめろって。お姉ちゃんはどの競技に出るの？いやー、鏡のことだからあれでしょ、パン食い競争。前から思ってたんだけど、ひょっとして喧嘩売ってんのか？で、結局鏡は何に出るの？図星？ねえ、図星？こいつムカつく。そうか、そろそろ体育祭か。よーい、どんなピストルがあるじゃない？あれは中学の時まで本物だと思っててね。ありえないよ。それが最初に警官に憧れたきっかけだったな。全然関係ないのに思い込み激しすぎ。こういうのはイメージが大事なのだよ、イメージが。位置について、よーい。やけに懐かしいイメージ映像だな。ぐーりゅん、こんな感じ。マジか。みゆきさん、観客サービスも忘れないな。吹いてる時より吸ってる時の方が多くないか？自分はあはがきが乗った。5月10日売り号だよ。埼玉県泉こなった。よかったじゃん、よく乗ったなこれ。すごいじゃん、超びっくり。こんなことあんまないわよね。いやもう本当にね。専用ケースに大事にしまっておく。で、1枚は時々出してみる鑑賞用。もう1枚は布教用。何それ。鏡もどうしても欲しいものって、とりあえず同じものが2つ3つ欲しくなんない？え？はいはい、ならないね。どうせ私はオタクですよ、変ですよ。いや、言わんとしていることはなんとなく理解したんだけどね。と、お、5巻出てるの忘れてた。よし、これで OK。
お会計2587円になります。ま、いっか。